はい、今日はね、ユタボンのツイッターのアカウントが乗っ取られたと、えー、その話について話していこうかなというふうに思います。まあ何があったかって言いますと、まあ先ほども申し上げた通り、ユタボンのツイッターアカウントが乗っ取られました。で、えー、何が変わったかというと、まあ今までの発言とは打って変わってね、学校に行こうとか、その関連のね、発言をするようになったんですよね。で、それ、それまでよりもずっとフォロワーが伸びると。で、そういうふうな、えー、っと状況になって、えー、1万人を超えるっていうふうな現象が発生してるんですね。 でユタボンが新しくツイッターのアカウントを開設したんだけどこれはなんか思うように伸びてなくてでまあ今までユタボンが蓄えてきたフォロワーもあるんだけど結局乗っ取られた方のアカウントの方が今はフォロワーの数が多いっていう風な状況になっておりますでこれについて僕が思ったことを話そうかなっていう風に思いましたでまあ結論から言いますとまあ、乗っ取られたことはねかわいそうではあるしその乗っ取った側をえっと なんていう擁護したりとかはそういう気はないんですけどその乗っ取られた後の方がフォロワーが伸びてるっていう風な現実を見ると結局彼らの発言とかがいかに間違ったものであるか彼らの行動がいかに、えっとま、的外れで、えー、っと間違ったものであるかっていうのを裏付ける結果になったんじゃないかなっていうふうに僕は思いましたね。まあ、これがが例えばあの漫才が えめっちゃ面白いみたいな漫才がめっちゃ面白い、えー、と芸人がいたとしてもその漫才の中で人種差別とかをやっちゃったとかそういう風なことをやっちゃうとあの。 いくくら面白くても人気が出るわけなないいじゃないですか、まあ、人種差別以外にもこう多くの人が不愉快になっちゃうようなそういう風なネタを、えっと、漫才の番組とかでやっちゃうと、えー、人気出るわけないんですよね。そもそも人が不愉快になっちゃうしその人種差別的なコンテンツを一般大衆向けに流すことってできないわけじゃないですか。そんなことしたらそのテレビ局とか YouTube のチャンネルも、あのー、悪影響があるしだからそういう風なことをねやると で、いくら漫才が面白くても、人気になるはずがないんですよね。なんせ、その、の、なメディアが、こう、協力してくれないから。えー、っと。 どれだけ知名度があっても人気にななることないんですよね、うん、だからユタボンも,もう人種差別とかその本当に言っちゃいけないことはやってないかもしれないんだけどこう自分のやってることを正当化するためにこう学校に行ってる人を挑発してみたりだとかこう例のねスタディー号の件でお金をもらってるのにもかかわらず出発の日程を自分たちの都合で勝手にずらしちゃったりとかその約束を破ってるわけじゃないですかそんなことをしてる人たちなのにこう人気が出るはずがないんですよね。うん、で、こ,この 機械、えー、こういう風なこうユタボンの,ツイ,ートがのつツ,ツイッターが乗っ取られちゃったみたいなそういうことになったわけじゃないですかまあこの辺はかわいそうだとは思うんだけどそのツイートの内容が今までの,あの学校に行ってる人煽りとかからガラッと変わってでこう正しいことを言ってるというか、まあ、正しいかどうかはわからないけどこう今までのユタボンとのギャップが面白いのと、えっと、その学校に行こうという風なまあ ある種、大多数の人が通っていることを言ってるからこそ伸びてしまってるんだろうなっていうふうに思うんですね。こう今までこうずっとユタボンが学校を否定してきたにもかかわらず、えー、と乗っ取られたことによってその同じアカウントなどに、えー、と全然こう違うことを言ってる、えー、学校をいきなり肯定する学校に行こうとか言ってる、えー、そのギャップが面白いみたいなそういうふうなことになってると思うんですよね。うん まあ、だからといって、まあ、ずっと申し上げてるんですけどその乗っ取りを正当化するっていうのはえ、まあ、するはずはないし僕は、まあ、そういうことを正当化とか用語っていうのはできないんですけど、うん、まあなんていうかな乗っ取りをするぐらいだったらこう自分でアカウント作って伸ばしたらっていう風に思うんですけど、まああのー、今までの発言「ゆたぼん」ユタボンとかの「ゆたぼん」というか「ゆたぼんパパ」 と言ったらいいんかなユタボンがとりあえずユタボン親子の発言を見ると、まあ、自業自得だなっていう風にまあ、思っちゃう部分はあるんですよね。うん、まあ、何回も申し上げているように、その小学の根源はあのユタボンパパなんでね。ユタボンパパがえー、っと。 なんだ主にツイッターでこうなんかいろんな人を煽ったりとかね自分にこう反対する意見えと自分たちに対して疑問を投げかける人たちに対しても「いやあいつらはアンチだから何を言ってもいいんだ」と「あいつらは害悪外役中なんだ」みたいなそういうことを言っちゃうからえとなんだ嫌われるような羽目になっちゃってるんですけどね、う。ん まあ私のツイッターにも流れてきたんですけど「あの消えろカスみたいなそういうことを暴言をね吐いたことがまた蒸し返されてるんですよね。うんまあ、なんで蒸し返されたのかっていうとこうどうやらその乗っ取られたアカウントが、まあ、そういう風なツイートされたのかしたのか分かんないんですけどまあ何か言われて。 ななんかそういういい風な関連のああるツイートがあったみたみですねでそれに対してユタボンのパパが噛みついたっていう風な反応なんですよね。でまあユタボンはそんなこと言いませんみたいなそういう風な感じで噛みついてたんですけどまあユタボンは言わないかもしれないと。ユタボンはそんなこう なんていうの人をね直接的に煽るような発言はしないんだけどユタボンパパは言ってたっていうそういうふうなオチが待ってるんですよね、うん、まあだから結局そういうところなんですよねユタボンパパが、えー、息子をプロデュースしてるように見せかけて実は一番ユタボンの邪魔をしてるっていうのがユタボンパパなんですよねまあこうやって、まあ、先ほど申し上げたようにその消えろかすみたいなえー、っとまあおおよそ人に使ってはいけないような言葉いうのを使って えー、しかも公共の電波を使ってそういうふうな言葉を使うとでこう何不特定多数の人を不愉快に陥れるという、まあ、そういうふうなことをやってるからえー、となにっとうう、ね、結局、まあ、あのプロデューサー兼、えー、マネージャーっていうのがあまりにも無能すぎるからこういうふうな現状になってるんだろうなっていうふうに思いましたね。うん いまああのその証拠あのユタモンがまあユタモンが有能かは置いといてユタモンパパが無能だから今のこういう現状になってるっていう風なのはえ確実にあると思うんですよねでその証拠にそのより人とコラボした動画があったんですよねまあより人っていうのがどういう人かっていうとまあ他人の不祥事とかをに過去、えー、つけていろいろこう悪口を言ったりする炎上系ユーチューバーなんですけどまあそれ普通にこう全然関わりない人に対して言うんだったら別にいいんだけどこう自分を助けてくれたりとかコラボしてくれた相手に対しても そういううい同じことを言かからあのめちちちゃゃゃく嫌われれってて今なんか逮捕されてで借金何千万みたいなそういう風な状態になってるクズ YouTuber なんですけどまあそういう人とコラボしましたとでそれってどういう風な動画なのかっていうとえっとそのり人が逮捕された件についてこうユタモンとの対談でえっと喋ってるみたいなそういう風な動画になってるんですよまあホテルの一室でやってる感じなんですけどまああのり人は正直クズだからどうでもいいんですけどあのその動画ではこう自分の 動画ではえっとまあより人が相手をディスるときはめちゃくちゃ元気が良かったのになんかその動画では小声でねなんかボソ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 なんか自信なさげに喋るみたいなそういう風なこうクズっぷりを発揮してたんですけどまあその動画で逆にユタモンはどうなのかっていうとこうちゃんとねあの明るくこう人に配慮した話し方っていうか言葉選びができてるなっていう風に感じたんですよねまあ中学生にしてはですけどそういう風に感じたんですよね、うん、こうより人がこうなんでからあのこう元気がないというか それにもちゃんとこうテンンショんかより人えっとなんだ中学生に配慮される20代後半の男みたいなそういう風な状況になってるんですよね、うんまあ、だから逆に言えばそのユタボンがちゃんと、えっと、より人のことをこうリスペクトじゃないけど、まあ、人としてこう接することができてるっていう風な証拠なわけじゃないですか。うん、だからそういうい配慮ができる 人間なんですよね彼は、うん、なんだけどこうさっきも申し上げたようにプロデューサー兼マネージャーがあまりにも無能すぎて結局何もこう生み出せないみたいな作品を作れてないみたいなそういう風な感じになっちゃってるんだろうなというふうに思いましたね、まあ、作品に限らずそのまあ何でもいいんですけどボクシングでも何でもいいんですけどそういう風なところで、えー、いまいちこう何て言うかな結果を残すって言ったらちょっとまああれかもしれないですけどまあうーんと何かこう コンテンツを生み出せてないっていうか、まあ、そういう風な感じになるのかなという風に思いましたね。うん、だから、こう追求していくと、結局ユタボンパパが炎上商法でしかお金を稼ぐことしかできてないから、こういう風なことになってるんでしょうね。っていう風に思いました。ユタボンもそういう頭の悪い引き出ししかない。ええー、頭の、頭が悪くて、こう引き出しが、一個もない父親の下で。 ずっといてで学校に行ってないいわけじゃないですか、まあ、学校行く行行かないいいは正直どうでもいいんでもんすよね学校に行ってなくてもいいからその他の人と関わる機会があればいいんだけどそれもなさそうなんで、まあ、どうなんだろうっていうふうに思うんですよね他の人と関わってこう、まあ、最低限の勉強いうふうなのできれば全然いいんだけどそれもなさそうだから結局ユタボンも何も持たない人になっちゃうのかなっていうふうに思いましたねっていう風な感じでツイッターの乗っ取り騒動を見ま,す見ましたね、うんまあ、だから あのツイッターのね乗っ,取り乗っ取った人が、まあ、この乗っ取りは自体は悪いことなんだけどユタボンパパがあのプロデュースするよりもこの乗っ取った人がプロデュースすればいいんじゃないのっていうふうに思うんですよねこっちの人の方が有能なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、うんまあ、あのツイッターの人のアカウント乗っ取れるぐらいの,あの何 IT の技術がある人だから、まあ、それは、ね、そ,その頭はあるからユタボンパパよりかは少なくともこの人の方が優秀なんじゃないかなというふうに思いました、はい、ということでね え今日は以上にしたいと思います。面白いと思っていただけたら、いただけたらね、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。ということで、お疲れ様です。